はいどうもこんにちは、プロドローンインストラクターの橋本龍です。今日はソニーから発売されるウェアラブルコミュニケーションギアのイベントに行ってきたので、その紹介です。なぜか高崎。はいどうもこんにちは、プロドローンインストラクターの橋本龍です。聞こえますかね、これノーマルのマイク、ソニーの XBV100i1 かでやってる、あの録画をしてるんですけど、今日ねなんか違うソニーの商品をイベントで紹介するというのに誘われたので、なぜか群馬県なんですが入ってみたいと思います。ちょっと遅れちゃったな。限られた人数で1人でもあるんですけども、これ自身がもうスマホもいらない、トランシーバーもそれだけをつければ会話ができますよということを VR が目指したかった。要するに、今世の中はこうスマートフォンで何でもできる、まあ、オールマイティーな、まあ、生活の中ではなくてはならないツールだと思うんですけども、これがないとできないっていうことだと、やっぱりなかなか生活の実は隙間にあるかゆいニーズっていうのもあるんです。それをまあ例えば、このチャンネルをこうやってやるとあの QR コードが出るので、あの例えば何かイベント、マッスルのほにゃらら、じゃあ今日のこのイベントって言ったらイベント用のチャンネルっていうのを作ってて、これをあの事前に、まあ、あの参加したい人どうぞって言って、これをあの、LINE 等でシェアすることができます。そうするとこのチャンネルを知った人しか入れないので、まあ、ある意味逆に言えばセキュリティも守られる。で、チャンネルにアクセスして自分でも作れるんですけど、こういきますよね。でこうやってあの押すとですね、あーって今この1チャンネルにいる、全国にあのブラジルにいる1チャンネルを聞いてる人はあの聞こえるんですよ。どこにいても聞こえます。へー、はい、でこうしてもいいですし、あの先ほど言ったこのニスノの、これとこれがあの繋がることができるので、このハードボタンで押せるので、これと押したのと同じことができる。でトランシーバーってこう押してる時が発話、話すと周話じゃないですか。でこれでもいいんですけど、押し続けるのが辛いのであれば、あのオンフックって言ってこういう状態であのずっと喋り続けることができて、これもこっちのボタンでできます。で話す。で、特徴的なのは、チャンネルがですね、これ、まずはあの無料のお試し版出すと1チャンネルでできるんですけど、法人契約っていうか契約をしていただけると、ですね、最大6個同時に表示できるんですよ。そうするとあの例えばあのイベント、例えばスキーのイベントやりましたよ、であのスタッフさん、1グループ2グループ3グループ6のグループを作っておいて、1と4とか2と3とかあと6全部っていうのを配信もできる。あ、じゃあ1対1、1対多もできる。もちろんです。で、チャンネルの中には何人でも入れるので、はい、ちなみにアプリで使ってるの回線っていうのは普通の LTE 回線で使ってるんですか？あの通常の、まあ、あの Wi-Fi でもいいですし、4G、5G でも構わないんですけど、まあ、LINE と同じだと思ってください。ああ、わかりました、はい。なるほどね。実際、はい、その、 あのヘッドセット自体の、ヘッドセットかイヤーセット自体の遅延っては、基本ない。こっちはなかったですよね。あでこれはあの若干ですけどあります。まあインターネット回線の太さ、はい、それはしょうがないですね。ちょっとだけ遅延はあります。なのでそこの遅延っていうところを、まあ、あの大丈夫だよっていうのであれば、人数、うん、距離を無制限にできるっていう意味ではこれを使いいただく。でこれの併用していただくっていうのが、あの、はい、じゃあ、 あの例えばこのイヤーセットの方で会話してる内容もアプリ入れて、その許可されればみんな聞けたり話したり。それは難しいですね。あ、使い分けていただく感じです、ね。なるほどね。例えば僕なんかはスキーに行って、はいはい、3人でこう滑ってます、一緒に滑ってる分にはいいけど、俺ちょっとあっちのコース行ってくるから、はい、あのじゃあね、じゃあ、はいはい、あのじゃあこっからはアプリからでやろうっていうのはできない。あの、はい、言い合わせとけば、はい、なくなっちゃってもアプリで、ああはできるんですね。ああそれはいいですね。っていう形です。昔 の、 あの特定省電力なんとかなんとかの無線のすごいやつです、うん、はい、そうですね。質問なんですけど、はい、ここから例えばっていうことでね、なんかねソニーのね新しい
Bluetooth で通信する3社同時の通信ができるっていうイベントに参加してきたんですけど、まあイベントとはいえね、やっぱりこういう時期なんで通話はとても少なかったんですけども、まあ、まさかのスキー業界の人たちがいっぱいいらっしゃって、ワッスル力也さんが司会をされていたということで、まあ素晴らしい、本当 3,40 分の有意義な時間を過ごさせていただきましたと。というか、もういいかな。でもね、ポリするともっときっとこういろんなものが好きになる感じがする。これ安定してる。テレシってあ、今ね、動画モードにしてた。基本だから Vlog カメラ、ああ、うん、動画なの。レックスってすげえいいよ。モード使えるときは写真だったら、うん、すごっ。さっきタコちゃんになってタコちゃんもハマってる。うん、面白い操作楽、超楽、うん、